はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、こないだ今までの金正恩は影武者ではなく全部本物だと三木先生言ってましたが、ネット上では耳の形が違うと言われています。耳の形は整形できないから、影武者かどうかは耳の形を見ればわかるとネットで言われていますが、これって本当ですかというご質問です。まず、今までの金正恩が耳の形が違うっていうことなんですけど、これもねちゃんと調べてるんですけど、基本ね全部一緒なんですよ。これは2012年から、2020年までですよね。それをねまとめてくれてるんだけど、基本的にね全部一緒なんですよ。であとはこれ比較的新しいものですね。2020年から、最近まで見ても基本的に全部一緒ですね。比較的大きな耳で、耳たぶがちょっとボヨーンって垂れてる感じの耳なんですよ。で、これが一番最近ですよね。この間のスーツ姿で、髪型もね、ここ吐きヘアじゃなくて、ここしっかり剃って刈り上げてないバージョンなんですよね。髪型が変わってるから印象が変わってるように見えるのと、あとは痩せたから印象が変わってるっていう風に見えるのが大きいんですよね。基本耳たぶの形一緒で、それ角度によっては微妙に違ってたりとか、あと表情によって微妙に違って見えるのはあるんですけど、基本同じ耳たぶですね。で、耳たぶってこのもちろんね、こういう角度によって違って見えるっていうのもあるし、こうやってね表情によってもね、この耳たぶの形が違ってくるっていうのもあるんですよ。でも基本これみんなね一緒の耳たぶなので、耳たぶも変わってないですね。あとは耳の形は整形できないっていう話なんですけど、耳の形は整形します。やっぱり耳の形がコンプレックスで悩んでる人、それ手術とか注射で形を変えるっていうことはね、もうよくあることなんですよ。多いのが、立ち耳って言って、耳がこうやって大きくこう立ってる人、正面から見てピーってよく言われるのが お猿さんみたいなお耳って言われちゃう、こういう立ち耳の人、そういう人なんかは裏でね軟骨を折り曲げて、こうやって折りたたんで大きく見えないようにする、正面から見てこう広がって見えるのがこうやって見えないようにするっていう立ち耳の手術もあるし、あとは耳たぶが大きくて悩んでる人もいるんですよ。特に女性の方で、そういう人なんかは耳たぶ縮小手術っていう手術で、ここのね余分な組織を切除して小さくする、あとは耳たぶがだらんと垂れてるのが嫌だっていう人、そういう人もいらっしゃるので、そういう人はこの付け根にくっつけてシャープな耳たぶの形を作るっていうのもあるし、あとは、耳たぶがちっちゃくて悩んでるっていう人もいて、そういう人なんかはヒアルロン酸注射して膨らませるっていう治療もあるし、あとは柔道とかレスリングでこのカリフラワー状になっちゃった人なんかを手術して軟骨を形成してきれいにするとか、あるいはピアスの大きな穴が開いちゃってそれを閉じたいっていう人、あるいはピアス裂けちゃってね、耳たぶが裂けちゃってる人、そういう手術で修正して直すとか、で修正して直すとちょっと耳たぶがちっちゃくなっちゃった分、それによって形が変わるとか、そういうこともあるわけであって、それ以外にもね、耳の形を変える整形手術っていうのはいっぱいあるので、耳の形は整形できないってネットでね、なんか一部の人が広めてるんだけど、それ嘘です。はい、それはもう明らかな嘘でございます。はい、ということなんですよ。はい、あとはね、よくその金正恩じゃなくてね、バイデン大統領も耳の形が変わってるってよく言われてるわけですよね。で、本当にねこれ変わってるんですよ。で、バイデンさんも影武者説ね、ネット上ですごくあるんですけれど、基本的に影武者いないですね。これが昔のねバイデンさん、この耳たぶがベローンとね、耳たぶがこう垂れ下がってここにくっついて、ここがくびれてるんですよね。で、最近のバイデンさんは耳たぶがですね、ビローンと伸びて、はい、垂れ下がってる感じがない。耳たぶ大きいんだけど、ギューッと下の方に引っ張られてる耳をしてるんです。で、確かにバイデンさんって耳たぶの形がこうやって変わってるんですけど、これなんで変わってるかっていうと、前にも話したんだけど、この方はその大統領就任前にフェイスリフト手術をしてるんですよ。フェイスリフトっていうのは、
顔のたるみを取る手術、まあ、この人はこう切開線があるから分かるんですけど、ここからこう切開してこう傷跡もね分かるんですよね。もっと綺麗な手術すれば傷跡綺麗にできるんですけれど、あんまり上手な先生がやったのではないのかも分からないですね。でフェイスリフトの、まあ、合併症でリフト耳っていう合併症があるんですけど、まあ、耳たぶの下の皮膚を切除しすぎると術後にこの逆にね引っ張られて耳たぶがビーンって伸びちゃうっていうことが起こるんですね。なのでバイデンさんの耳が形が変わってるのはこれただのフェイスリフトの合併症のリフト耳を生じてるだけなので、この方も影武者はいないです。まあ、影武者っていうとなんか都市伝説的で面白くてネタになって、そういう記事を書くとアクセス稼ぎになるんで、まあ、どうしてもねそういうネタが広まっちゃうし、なんかそれを支持するネット民の方もいっぱいいて、まあ、結局影武者がいるっていうのはその真実ではないんだけど、皆さんのね信じる人たちの願望だと思うんですよね。影武者がいたら面白いっていう願望から来てるんですけれど、現実的にはバイデンさんもキム・ジョンウンも影武者僕一人も見たことないし、前にも話したけど今の世の中でもうデジタル画像動画がいっぱい出回るので、まあ市販のソフトとかでね一般の人が AI 分析とかね普通にできちゃうんですけど、まあ実際デジタル解析してる人いっぱいいるんですけど、まあ多くのものがですね、まあ 99.9% 一致とか数字が出ちゃってるんですよね。なので影武者っていうのを証明した人も一人もいないわけですよね。で、まあ、そもそも本当に影武者が存在するんだったら、まあ、日本政府でも韓国政府でも解析して分かるし、アメリカだったら CIA がですね、もう高度な技術でデジタル AI、 デジタル画像をですね AI で分析、まあ、解析して影武者だっていうことを断定して、まあ、それ公表すると思うんですよね。だけどそういうこともされてなくて、まあ、影武者のネットニュースを出すメディアってちょっと怪しいところが多いんですよね、うん、なのでまあ影武者っていうのは願望とアクセス稼ぎ、お金稼ぎのためのツールであって、まあ今のところバイデンさんもキム・ジョンウンも影武者見たことないですということでございます。はい、ご理解いただけましたでしょうかね。はい、ご視聴ありがとうございました。